もね、私こう着物着てるんですけど、これまあ今日は衣装ってつもりもあるんですが、普段あの外に出かけるときいつもね着物なんですよ。だいたいあの服って喪服と着物と寝巻きしか持ってないような感じに最近なってきちゃって、でまあしょっちゅうね着物着てるんで、そうするとまあ着物ってあのまともに買うと高い。うん、それであの古着もよく利用するんです。私結構人が着てたものでも大丈夫な立ち でよく利用する中古の着物の専門店がある、まあ、チェーン展開してるお店なんですが、まあ、行きつけの店はあのまあ決まってる。でそこの人っていうのはもう私があの本をあげたこともあったりして、怪談書いてるって知ってるんですよ。で怪談作家の先生来たみたいな感じで、でまあ時々着物にまつわる怖い話ないですかないですかって来たら、そんなのあったらうち商売上がったりになっちゃうからありませんよとかっていつも言われてる。でまあまた行ったんですよ。そしたら、この間ちょっと面白いことありましたよって言うんですよ。で初めてだったこういうのが。へえ、何ですかって言ったら、なんか昭和の初めか大正の終わり頃ぐらいの名古屋帯をあの入手したんだと。でそれ売りに来たのはなんか愛知県にあのご実家のある女性だったと。でその実家を整理するんでタンスにあったものを全部持っていらしたと。あ、そうなんですか。でその帯がすごくいい帯で、あの今時だとねもうなかなか作れないような柄があって、さらに刺繍もあって非常に凝ったあのデザインで、まあ、若い女性も好みそうで、しかもほとんど傷がない、で非常に保存状態で、これは高く売れるだろうと思った。でまあ値段をつけて、まあきっとすぐに出ちゃうだろうと思ってたら、案の定すぐに解体と買い手がついた。でそれが若い女性で、結婚間近であると。で向こうの親御さんとの初めての会食があると、その時に着ていく着物やなんかをこう揃えたいと思ってる。で、まあ、売れた。ところがそれがもうすぐに返しに来たんですよ。ですぐ返しに来て、これはちょっと無理だわ、もうこの間大変なことになりそうになった。でどうしたんですか、なんかどっかこれ傷でもありましたか。そしたら、いや全然それはよ、ただその例の向こうの親御さんたち交えての会食の席にこう着てつけていった。でそしたらそのつけ向こうのお母さんを見た途端に殺したくて殺したくてたまらなくなった。それでもうこの洋食だったんですけど、このナイフとフォークでもうそのお母さんに切りつけて目玉をえぐり出してみたいな、もうそのビジョンが頭の中にずっと浮かぶと、もうどうしてももうやらねばならないという気持ちにものすごくなってしまったんだと。彼が顔色悪いよって声かけてくれなかったらきっとやってたと思うと。でなんかこの帯のせいだっていう気がするから、バカみたいな話だと思うかもしれないけど、まあ返品したいと、返したいと、お金が戻ってこなくてもいいから、とにかく家にあるだけで落ち着かないんで返したいんですって言って、で返してきたんですよって。でそれってねって、でその、まあ、変なお客さんの話なのかなと思って、へえ、じゃあその帯ってどうしたんですかって言ったら、いやそれがねと、いい帯なんで返して帰ってきたけど、またこうホームページの方だけ出すようにした。でまた出した。そしたらね、しばらくしたら売ってくれたその愛知県の女性がいきなりフラッと店に来たんですって。それで、あら、で またなんか持っていらしたのかしらと思ったら、そうじゃなくて、ホームページ見たんですけど、あの帯ってまだ売れないんですか、やっぱり何かありましたって聞くんですって。やっぱり何かありましたって、それは別にちょっと一旦売れたんですけど、また返品されちゃって、で、まあ、すごくいいお品物なんで、ぜひまた売りたいと思ってホームページに出しました、店頭にもありますよ。そうですか、あれやっぱりこの間こちらに持ってきたんですけど、売らない方がいいかなと思って、もしよかったら引き取りましょうかって言うんですって。何ですか、いやで実はと、売った時にはまあ曖昧にしか聞いてなかったんだけど、ちょっと落ち着かないんで、帯について実家にまつわる話っていうのが少しあったので、それを親戚に詳しく知ってる人に聞いてみたんですよと。そうしたところ、帯を持ってた女性っていうのは自殺したんだそうですよと。それも自分の、お姑さんを裏山に連れてって惨殺した後に、留置所で首を吊って死んだんだと。それが惨殺して殺して血まみれのおばあさんと一緒にいるとこを捕まったんで、
でその時に言ってたことが、ババアの生き血を吸ってやったぞ、次は嫁をやる番だみたいなことを言ってたんだ、そういう話なんです。自殺した女性がつけてた尾びれってことはなんとなくしてたんだけども、詳しい話までは知らなかったんだけど、こう売っちゃってから非常に今こう気が揉めて、親戚に聞いてみたらそういう話なん でまだ売れてないんだったら引き取った方がいいかなと思ってちょっと来たんですよ。でまあそういうことだったらと思って、実はねと、これ買った人がねこうやってね、あの向こうのお母さん見たらもう殺したくて殺したくてしょうがなくなったって言って返しに来たのよって話したんですよって、うん、そしたら、あ、じゃあやっぱり売らない方がいいですって言って、その人がねどうしますってね、で私が持って帰りますって言ったのよ、菅野先生って言うから、あ、じゃあその品物を返したんですかって言ったら、まさかあんないいものなのに、売ったに決まってるじゃない、大丈夫大丈夫、このおばさんに売れたから、もうきっと平気よ、若い人じゃないからって言ってました。でそれを聞いて、へえと思って、この話を聞いたの実は4年くらい前かな、だいぶ前になるんですよ。で本に書いたこともあるんだけど、本にねしばらく書かなかったのっていうのは、何しろあの伝聞みたいな話だしね、本人が体験したわけじゃないじゃないですか。ところがね、あの全然別件で、菅野エルローさんって人 の、 あの少年犯罪データベースみたいのがあるんですよ。で昔からの、ずっと明治から の少年犯罪をずっとデータベース化してて、まあ少年だけじゃない、いろんな犯罪がね、猟奇犯罪を扱ってるそのデータベースがあって、それ調べてたら、そしたらねあったんですよ。大正の末期に名古屋の方で、ミキさんという若いお嫁さん、これがの豪農の家なんですけど、豪農の家に4人目のお嫁さんとして、要するにお嫁さん来ても来ても離婚されちゃうんですね。で4番目のお嫁さんとして嫁いできた。で嫁いできて間もなくお姑さんを惨殺して、で自分も留置場で首をくくって亡くなったと。でこの時にそのミキさんが、留置場でわめいてたのが、ババアの生き血をすすってやったぞ、今度は嫁のミキをやる番だって言ってたんですって。でそれを聞いて、名古屋帯っていうのはあの大正時代にね発明されたんですよ。なのであのその当時の最新流行の最新ファッションの名古屋帯を、その豪農のお金持ちのうちじゃないですか、あの4番目に来るお嫁さんのためにあつらえたりすることもあったかもしれないなと思って、面白い話だと思って書いたんです。